おはようございます。今日のまとめを行いたいと思います。モーサテのちょっと録音がうまくいかなくてですね、ちょっとモーサテは今日は省略します。まずですね、アジアタイムユーロドル15分ですが、ずっとレンジできましたが、欧州タイムでどんどん突き上げまして、一旦、R1 ですね 1.34 で弾き返されて、もう一回突き上げて、1.3425 ぐらいですかね。そこから反落と。そしてですね、1.33 終わったところで、もう一回、サポートされまして、そのまま終了という感じですね。値幅的には 142.4 ピプス。まあまあの動きでしたね。これが15分足でして、1時間足で見ると、こんな感じ。そうですね、金曜日のつけた高値と、今日の高値がほぼダブルトップですね。ちょっと突き上げたんですが、そして、61% ですかね、フィボナッチ 61% でちょうどサポートされているというような形で終わってますね。これが1時間足、ですね、4時間足で見るとこんな感じ。そうですね、この昨日ですかね、 200MA と、トレンドラインの上限とボリンジャーのミドルのこのトリプルサポートですね、あとこのフィボナッチの 50% もあるんですが、この辺で強力にサポートされてまた上昇としましたが、金曜日の高値でダブルトップになって下落というような感じですね。これが4時間足、デイリーで見ると、11月の終わりからですね、今までこの、下は 1.29 ぐらいですかね、上は 1.345 からあたりですかね、のこのレンジ内でね、11月からずっと来てますが、まあね、今月雇用統計、これからアメリカ株の動向でどうなっていくか、このね、もう2ヶ月弱ですかね、のレンジになっております。ここからどうなるかが、注目ですね。まあ、相場はそんなところですね。あとはですね、こちらね、ブログを簡単に説明しますとですね、こちらね、ちょっとフラッシュがクラッシュしてますが、この左ブログの左の上をねクリックしますと、デイトレーダーロックスターさんのショーが、ライブショーですね、アメリカタイムだけですがやってますんで、もうこの方はね20年近くのベテランでね、もうテクニカルのことは何でも知ってますからね、もうよかったら聞いてみてください。あともう今ね結構世界中からアクセスしてるみたいで、ヨーロッパの方とかね、ヨーロッパスウェーデンとか、ポルトガルギリシャの方とかね、アジアだと中国韓国の方もみんな世界中の人がね、今聞いてる大注目のね、すごくオンラインではもう有名になってきましたからね、結構影響力もあるんじゃないかなと思いますけれど、まあよかったら聞いてください。あと水曜日はねテックショー、金曜日はねインタビューを迎えて、トレーダーを迎えてインタビューショーなどもやってますんでね、よかったら聞いてください。あとその以外の欧州タイムは音楽とかもかけてますからね、音楽かけながら聞くのもトレーダーするのもいいんじゃないかなと。でこちらねお友達たくさんいますんでね、よかったら見てあげてください。そしてですね、こちらねランキング参加してますんでね、よかったらね応援していただけるとランキングねありがたいと思います。今日はそんな感じで、今週もですね、気を抜かないように負けないように頑張ってください。ということで失礼します。